クロード・モネは印象派の巨匠として知られる画家であり彼の作品は光と色彩の美しさを探求したものとして評価されています中でも1899年に制作された「睡蓮の池」は彼の代表作の一つであり自然と芸術の融合を見事に体現していますこの作品はポーラ美術館に収蔵されておりモネが自己の理想の世界を描き出した証となっています モネは1840年にパリで生まれましたが、1883年にジベルニーという美しい村に移住します。ここで彼は自らの家を建て、周囲の自然を巧みに取り入れた庭を造成しました。モネは、特にこの場所での生活が彼の創作活動に多大な影響を与えたと考えています。彼は庭に色とりどりの花を植え、花の庭として整備しました。1893年には、 家の敷地の道路を挟んだ隣の土地を購入し、水の庭を作ります。この水の庭には彼が愛してやまない水田を植え、また日本の浮世絵に影響を受けた日本風の太鼓橋をかけました。池の周囲には柳竹、桜、富士、アイリス、牡丹など様々な植物が植えられ、彼が理想とする伝想的な風景が広がっています。水田の池は？ モネが自らの庭で描いた作品の一つであり、彼の自然観察の成果を反映しています。この作品は彼が手がけた18点の連作の中の一つであり、それぞれが異なる光の条件や季節に基づいて描かれています。モネは特に時間や天候による光の変化が池の水面に与える影響に強く惹かれるようになりました。モネは同じ景色を繰り返し描くことで光の移り変わりを捉え、 季節の変化を表現しししようとしましたこの探求は彼の後の作品にも顕著に現れ彼の芸術の本質を形作る要素となっています睡蓮の池における最大の特徴は光の変化によって池の水面に生じる様々な効果ですモネは異なる時間帯や天候における光の表情を捉え見る者にその美しさを伝えます朝の光が水面を明るく照らす様子 昼間の強い日差しの中での反射、そして夕暮れの柔らかな色合いなど、様々なシーンが描かれています。特に、モネが描く水面は、ただの背景ではなく、作品の主題そのものです。彼は水面を通して周囲の空や植物を映し出し、自然の中での相互作用を表現しています。水面の変化は、モネが感じた自然のダイナミズムを象徴するものであり、 彼の作品に深い意味を与えています。モネの技法は非常に独自であり、特に水蓮の池では短い筆致や色の重ね方が特徴的です。彼は色を重ねることで光を捉え、視覚的な深みを持たせる技法を用いています。この技術によって池の水面は生き生きとした動きを持ち、見るものに新た,だただな発見をもたらします。また、モネは偶然性を重視しており、 意図的な構成だけでなく、制作過程で生まれる偶然の要素も大切にしました。このアプローチは、彼の作品に自然なリズムを生み出し、見る者が感情的に反応できるような空間を作り出します。モネの作品は、彼が自然とどのように対話しているかを示しています。ジベルニーでの生活は、彼にとってただの居住空間ではなく、創作のための実験室でもありました。彼は、日々の変化を観察し、 その結果を作品に反映させることで自然の本質をつかもうとしました。水蓮の池はモネが自らの理想とする世界を描いたものであり、彼の内面的な思考や感情をも表現しています。自然と一体となった彼の作品は、見る者に深い感動を与えるだけでなく、自然の美しさやその儚さについても考えさせます。水蓮の池は単なる風景画ではなく、生命、時間、 そして自然の循環に関する深い考察が込められています。水蓮という花は神秘的であり、また生命の象徴とも言えます。彼の作品を通じて、私たちは自然の中にある美しさや儚さ、そして人間の存在の意味について考える機会を得ます。この作品は、モネ自身の人生や経験を反映しており、 特に彼の後期における視覚的探求の集大成として重要な位置を占めています。彼は水蓮の池を通じて自然との一体感を追求し、そこから得たインスピレーションを作品に昇華させました。モネの家と庭は彼の死後、息子ミシェルによって国家に依存され、現在は一般公開されています。ジベルニーの庭は訪れる人々にとって モネの作品の背景を直接体感できる貴重な場所となっています。ここで育まれた自然や風景は彼の創作の源泉であり、彼の芸術の理解を深める手助けとなります。モネの影響は後の世代のアーティストにも広がり、特に自然をテーマにした作品に多くの影響を与えました。彼の技法やアプローチは抽象表現主義や印象派の画家たちに受け継がれ、 現代美術の発展に寄与しました。クロード・モネの睡蓮の池は彼の芸術における重要な作品であり、光、色、自然、そして人間の存在についての深い考察が込められています。この作品を通じて私たちは自然の美しさや時間の流れ、そして記憶とアイデンティティについての施策を深めることができます。モネのアプローチは偶然性と観察を重視し、 見るものに感情的な反応を引き起こすような空間を生み出しました。水蓮の池は単なる視覚的な美しさを超えて私たちに自然とのつながりを感じさせる作品であり、今もなお多くの人々に愛され続けています。モネの芸術は時間や場所を超えて私たちの心に深く刻まれるメッセージを持ち続けています。